ああ、やっぱ体張りましたからね。まあ確かにね。だからやっぱり僕は吹き矢はちょっともう。いや張ってねえよ、はい、張ってねえよ。吹き矢大変だった。いやお前激しくただいつもの呼吸しただけだよちょっと強めの。体張ったのは池田だったんですよ。いやそうですよ、はい、俺なんか相当体ありましたから。だって風船ダイブ、はい、だってあれに関してはあのなんかプロテクターみたいのつけてましたからねで俺もなんか怖いなと万が一があるっていうね、結構ありましたから、はいはい、うん、いや風船ダイブはやりたくないです。ライスはね同期なんですよ、うん、そうですね。でずっとやってきてもう14年ぐらいの仲ですから、うん、それでなんていうんですかね、先に出たでしょ、うん、この動画に出た時にめちゃくちゃ嫉妬に駆られました。そうだね、ライスに置いてかれると思って、うん、そしたら声かかったんで、なんかほんと首の皮一枚残したみたいな、うん、はい、ギリギリセーフって、ね、ギリギリライスっていうのがすごい近くの、うん、あの、ま、目標っていうのもあるんですけど、うん、うライバルと存在的に今回改めてこの仕事を一緒にさせてもらって思いましたね、うんうん、ちゃんぽけね、うん、まあなんかね、なんか奇跡を起こしそうな3人ですよね、うん、だから怖いんですけどね。なんか話によるとすごい面白でも奇跡を起こしてるらしいんで、うんうんうん、やっぱね、3人のうち特におたけくんがね、やっぱりナチュラルに持ってるナチュラルボーンのとこがあるんでね。そうなんですよね、はい、ごめんなさい、奇跡が起きなかったんですよ。いやそんなこと言わないでくれよ。いやいや起きてますからちゃんとね。いやおたけはしっかりこういうところで仕事しますよ。そうなんですよ、はい、あんまここ今回のこれで跳ねすぎられちゃうとね、おたけの面白さとか面白動画すごい出やすいと思うんで、うん、怖い、うん、怖いなと思いますね。あまこ、うん、あまこはだって体が張ってんのあんま見たことないですけどね。いやでもすごいんですよ、うん、知らない？聖子の。いや知らないですね。乳首相撲するんですよ彼女。すごいっすね。女性で、はい、さすがにそれは面白できなかったらしいですけど、うんうん、はい、でもここ取れるところはね。でもなかなかアマコインターの体張るっていうのは、うん、結構この動画ぐらいじゃないですか。いやで、ね、渚がまたあんま感情外に出さないタイプだから、うん、でも面白は全て裸にしちゃうじゃないですか、うん、だから今回面白で渚の第二ステージが見れるんじゃないかなっていう本当の意味ね。はあ、まあでもまあ、まあ、3組とも、まあ、テレビは浅いというかだからまあそのどういう感じなのかなっていうのをまあ僕らがレクチャーしたいっていう感じです、はい、大丈夫ですか。いやもう本当にそれはそうです。だってだいぶ前から僕ら出てるんで。でも 今の段階の露出度は3組の方がちょっと多そうですけど。はい3組の方がちょっと露出度今はちょっと、あ、気使われちゃった助かりますそうっすね。まあ毎年やってますけどもね、キングオブコントでね、いい結果を出したいですよね。うん、まあそうです ね、はい、まあもう自分超えですね、うん、本当に、うん、はい、もう本当周りが不甲斐ないんで、僕が自分で自分を超えなきゃいけないなって、はい、それだけです、ま、周りが不甲斐ない。不甲斐ない不甲斐ない、もっとこうバチバチ来てほしい。あ、そう、うん、弱い弱いつまんない、眠いです多分。ただ相手にされてないだけじゃないですか